嫌われるんですよ。さあ、富岡さん、どいてくださいね。俺は嫌われてない。妹なんです。そうなのですか、かわいそうに。本気なんですね、富岡さん。それで私に追いつく気ですか。私を止めようとすることも結構ですけど、富岡さん、富岡さんのこれは対立違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか。なんとかおっしゃったらどうですか。